うおー、こんにちは、ライムです。ということで今回はフォースター第3回目、待望の、これ今回ね、チュートリアルが終わったと思う。これでついにチュートリアルが終わったということは、スマホゲーではガチャが待ってるはず。うわ、修羅場だ。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？マジかよ。お、これも定番だね。いっぱい現れてピンチの時にさらに仲間キャラ現る。救われちった。毎度こんなすべてを味わうなんて、まあ、帰ってこられたし結果オーライね。誰だ急に美人のお姉さん現れたぞ。ゆきちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子さん。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫アーラン？アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。このゲーム先にアスター所長に状況を報告し、結構ストーリーしっかりしてるタイプのゲームだね。あんまり今んとこスマホゲー感ないもんね。請求列車のナビゲーターよ。ナビゲーター列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、偉い人じゃん。美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？防御バフで非常に助けられました。ちゃんと考えてから答えてよね。こんなそそっかしい子は初めて見た。こんな活発な子は初めて見た。じゃあ答えるのやめておく。チームにいる炭鉱が一気に二人になったみたい。お前たちだけでやれ。俺は巻き込むな。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。姫子さんいくつなんだろう。アスターがあんたたちを心配してるわ。さっき書いてるアスターって何者なんだろうねっていう。お試し姫子パーティーに一時加入だって。でなんかね、聞いたら星玉ってなんかガチャに使うやつらしいよ。石らしい。ガチャってまだ回せなそうだな。どこで回せんのかもしんないけど、まだそんな雰囲気じゃないね。お、なんか人がいっぱいいるよ。話しかけられないらしい。まあこれは特に宝箱とかもないよな。これ多分なんか拠点なのかな、ここが。お、なんだ、なんか声聞こえる。なんだ、王朝。悩むスタッフ。どうして半物質レギオン突然襲ってくるのよ。私はここで死んじゃうの。パパママ、あなた会いたいよ。私はまだこんなに若いのに、これからステーションでいろいろ活躍するのにまだ死にたくないよ。あ、これあれか、生き残りがこのなんかエレベーターの上にいたってだけの話か。なんかもう別のとこに来たのかと思った。全然そんなことなさそうだ。これどうしよう。さっき他の人が収容部分にもモンスターがいるって言ってた。お子様じゃん。私がカポにあげたプレゼントが応用物理科の分析室に残ってるんだ。言っておくけど、今回宇宙ステーションを襲撃したモンスターは数十種だよ。中にはステーションのリストに記録されてない新型もいた。うるさい、そんな話嫌だ。お前何だったんだよ。子供みたいじゃないか。子供だろ。もう泣くなよ。モンスターの真似してあげようか。この子音声霊って読むのかな、これ。よくよく見たらなんかスタッフって書いてあんな。回収課2級スタッフ。なんだこれ。
スタッフなんだ。なんだこれ、モブと、さっきのキャラはモブじゃないってことか。ボイスが実装されてるってことは。当社レーダー追跡は正常。テレメトリ信号、この人がアスター、女子だった。水準を必ず維持して。男かと思ったら、予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター社長、戻ったよ。みんな無事ならよかった。所長官ね。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。ヒロインみたいな顔しやがって。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はあ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。話長いな、このゲームのキャラたち。今の状況はどうだ。今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。なんかアフロの人いる。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。これはまだまだ話が長くなりそうやで。あ、待って、跳躍でキャラまたは講演数獲得できる。これっぽいな、これっぽいな。跳躍、このゲームのガチャの名前跳躍。あ、これじゃないか。跳躍を通してキャラ講演数獲得できる。跳躍一回行う。これチケット？おお、出たー、初めてのチケットガチャー。なんか変なキャラ出てきたな。だこいつ、アスター、所長じゃん。これ確定なのかな。確定っぽいなこれ。アスター確定っぽいな。絶対確定だろ今の。群生跳躍、10回跳躍するために必ず星4以上のアイテムが出現。これ今やってるイベントのやつかな。カフカ、あ、カフカさんじゃん。カフカさんじゃん。これ最初に操作してたキャラだね。ただね、今んとこ僕全くこれ性能わかんないからな。全然わかんねえんだよな。群生跳躍。で、なんかね、チラッと話聞いたら、この始発跳躍、これが初心者のガチャで、10連が 20% オフ、50回なんで必ず星5キャラがゲットできるっていうやつらしいんですよ。なんで、とりあえず僕はこれを引いていきたいんだけど、チケット足りません。星玉1280を消費して、チケットを8枚買いますか。え？チケットで回すってことなのか。でも星玉が、私今持ってる星玉がこれ100、124個ってことでしょ？全然足りてねえ。マジで全然足りてねえ。なんかプレゼントボックス的なやつないのかな？だいたいゲーム始めるときってさ、プレゼントボックスでなんかいろいろもらえたりするじゃん？あるいはまだ見れないのかな？うわぁ。わかんねえ。
この辺じゃない、この辺は自分の所持アイテムか。この辺じゃなさそう。あ、これがガチャなのね。ここがガチャボタンだったんだ。チケットがない。これは、あ、メールがあるよ。メールじゃないの、もしかして。あ、これじゃない、メール添付。これ受け取ればなんかもらえるのかな。な、星音キャラ、またなんか綺麗なお姉さんみたいになった。セーバル、チケット20枚ゲットだって。これなんだ、開拓者歓迎、報酬コインね。信用ポイントってなんだこれ、なんだこりゃ、わかんない。ログイン報酬、あ、講演水、朝食の儀式館。あ、そう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 。あ、星玉50個だって。あとこれ、そうそう。今ね、なんか、スターレイル始めると、なんかこれ勝手にもらえるらしい。星5のドクターレイシオっていうキャラ。なんかこれがね、めっちゃ強いとかっていう話を聞いた。おお、星5キャラだ、初めての。役割は遵守だね。強そう、強そう。やっぱ星5キャラ、雰囲気が違うぜ。これ強いらしいんだよね。これを早速パーティーメンバーに入れたい。アチーブメント、これミッション的なやつかな。これで星玉ゲットできるわけだ。やった。どんぐらい石もらえるんだろう、このゲーム。で、キャラクター、パーティー編成ってどうやってやるのかな。パーティー編成ってどうやって選ぶのかな、これ。お試しで姫子さん入ってでしょ、ドクターレイシーを使うでしょ、アスター、調和。この役割がさ、何を示してんのか全然わかんないんだよね、今のところ。全く把握してないんだけど。あ、出てた。キャラクターの運命。知恵、高い全体攻撃能力も、複数敵を一網打尽にできる。遵守、さっきの星5のドクターレイシオさんのね、高い単体攻撃能力を持ち、敵の勢いを倒す主力アタッカー。絶対こんなの必要じゃん。調和がバフなんだね。調和がバフで、虚無がデバフ。孫悟、北条。ちょっとパーティー編成の仕方を教えてほしい。とりあえず、今現状の僕の手持ち最強のレイシオさんを中心に育てていこうかなって思います。なんだこれ、キャラクター昇格ってどうやるな。全然わからんぞ。装備で、ね。さっきのやつ。朝食の儀式感。知恵の運命を歩むキャラでなければ効果が発揮されない。装備キャラの余ダメージプラス 12%。あ、そっか。この役割に応じて装備できる、できないがあるわけね。なるほどな。パーティー編成はどこかな？あ、これだ。あったわ。今が、これ炭鉱さんが遵守で入ってたわけね。炭鉱さんってこれレアリティいくつなんだ？レベル、レア度、見えねえ、わかんねえ、レア度がわかんねえ、レア度がわからねえ。どこに表示されてんのかわかんねえ。ちょっとさ、僕がアホなだけなのかな、僕が見えてないだけなのかな、これ。確認する術がわからねえ。え？レアリティどこ？レアリティどこ？これ主人公って外せんのかな？なんかあんまりね、ライムが強い感じしないんだよな。ライムが強い感じしないんだよな。壊滅、孫悟、遵守。同じ役割のこの炭鉱さん外した方がいいのかな？
で、ここにレイシオさんを入れてみよう。クイック編成ってなんだ？そういうことか。なんか基本操作キャラももはやレイシオさんでいい気がするんだ。このキャラは必ずパーティー加入させてください。あ、そういうことね。ライム3番手になっちゃうな。4人でマックスなんだね。4人マックスか。これでいいんじゃない？てか、ライムいる？なんならライムいらなくね？星音キャラの方が良くない？って思っちゃうんだけど。どうなん？え、どっち入れよっか。どっち入れよっか。役、あんま見てなかった。セイバルさん、知恵。知恵ってなんだっけ？全体攻撃ね。全体攻撃する人だっけ？知恵全体能力だね。全体攻撃だね。スキル。敵全体にセイバルの攻撃力を 108% 分ダメージ。攻撃を行った後、全ての感電状態の敵にセイバルの追加ダメージ。なんか、全然これ主人公より強そうだね。主人公もなんか似たような全体攻撃持ってたでしょう。セイバルさん、さらにあれもついてくるってことでしょう。感電ダメージまでついてくるってことでしょう。主人公とは一体。うごごご。あと、アスターさん、所長も当たったね。所長のスキルなんだこれ。味方全体の速度36。あ、バッファーか。バフだね。バフはまだいいかな。もうちょい理解してきたからでもいいでしょう、バフは。これでいこう。やった！ハーレムのウハウハだぜ。せっかくだから新しいキャラちょっと操作してみる？セイバルさん。お、髪の色が僕好み。すごく僕好みだ。こんにちは。何か知りたいことがあるの？あ、やっぱ主人公が話しかけるタイプなのね。うおお、宇宙ステーションについて知りたい。宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミスヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られた。ややこしいな。ミスヘルタとヘルタがある。ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、何の違いがあるんだ、器物と異物って。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で、稀有で、危険な収集品があると言われている。そいつもらいに行こうぜ。自宅からしてその可能性は高いわ。もらいたいぜ。彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。アスターについて知りたい。所長、所長の3サイズが知りたいぜ。実際はミスヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミスヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が大社に向いていたのよ。どんな人物なんだ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら天文学はあくまで観測の話の長さはしっかりしてるな。すごいなこれ。と口にしてもミスヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミスヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。なんかよくわかんないけど、すげえ人なんだな。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないと帰って家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーラについて知りたい。アーラは休憩区で傷の手当てをしてるわ。あ、さっきの男の子ね。よく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに、彼は命令を聞かずもう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。
防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけ。貴様っていう割には優しい人だよね。そうして初めて認めてもらえると感じているの。貴様で損してる気がする。あの人、彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ヘルタについて知りたい。ミスヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。アイオンもさ、気になるよな。そんな人間は84年しかないわ。ヌース、知恵のアイオン。だからミスヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。スタッフのケアはお願いね。姫子さんの話かけてみる。質問があれば。どうしたのかしら。興味津々のようね。こちらのまたお色気お姉さん。うわ、いっぱいある。宇宙を走る列車よ。まだチュートリアル終わってない雰囲気があるな。これ請求列車は開拓のアイオンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。ほう。開拓アイオン、アキビリが何なのかについてはここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名刺を言われても困るでしょ。よくお分かりで。よくお分かりで。光遠水は僕の気持ちが、ガーデンオブリコレクションが発明したものよ。もうこのガーデンオブリコレクションが何なのか分かんない。記憶者たちは記憶の断片を抽出して光遠水を作り保存することに成功した。はあ、もう分かったでしょ。分かんないですけど、光遠水が記憶を残すことができるなら経験や能力も残せる。だから光遠水は非常に、だからステータスが上がるってことか。スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限りスターピースカンパニーだけがガーデンオブリコレクション公認の光遠水化技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、彼女の性格からしておそらく正規の方法ではない。どの光遠水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。なるほど、記憶と経験をアイテムにして装備してるってことだね。うん、私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？気になるだろう。それは気になるだろう。未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。まだ出会って数秒数分しか経ってないのにそういうタイプだと思ってたってすごいな。いつでも聞きに来てちょうだい。知ってるのかなこの人。でもで何すりゃいいんすか。とりあえずこの辺の探索ってことかな。今すべてのスタッフがここに避難している。こいつ声ついてんの。宇宙ステーションにある人外ただのモブじゃねえ。考慮していないのが現状だ。あれらは確かに収集された器物だが、生命じゃないのか。あれらは権利や保証を得ることができないのか。まあこいつちょっとヤバそうだな。人外生物。人外生物。人類とは異なる生命体のことだ。中には器物として宇宙ステーションに収容されているものもあるが、大部分のスタッフはそれらの基本的な権利を無視している。生命体なんているんだ。このような危機的状況になっても彼らの思考は相変わらず甘い。だがこの俺、ヘルタ銀河法制化の優秀な研究スタッフであるルカーチには、あの見て見ぬふりをしている者たちの目を覚ますという責任がある。熱い。
もしお前が俺の活動に興味があるのメガネの割に熱いぞこいつ。共に旗を振り声を上げよう。器物の権利を守れ。人外生物を救うんだ。器物って人外生物なんだ。一緒に器物の権利を守れ。やばいやつだ、やばいやつ。じゃあもう行くね。お前もお上品なエゴイストなんだな。狭い考えの人類中心主義者だ。すごいな、こんなことを言うような見た目に見えねえんだけど。小さき命を見ろ。器物の権利を守れ。人外生物を救うんだ。やばいやつだった。すべてのスタッフがあれらは確かに。この宇宙ステーションは昔から数えきれないほど銀河の器物や宝を収集している。しかしこのコレクションの中に命あるものが含まれていることは誰も知らない。こいつが命あるって信じてるだけなのかな、もしかして。同じこと喋ってんのこれ。同じこと喋ってる。今度器物の権利守るにしとく。ハハハハも器物の権利を。やべえやつだった。いずれにしてもやばいやつだった。え、どこ行くんだろうこれ。あ、なんかマークついてるな、あの人か。アーラン、こんなとこにいたのか。俺はもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。体直してなくねこれ。大丈夫？大丈夫だ。このくらいの痛みなんてなんともない。とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。かっこいいなこいつ。今言ったことはアスター所長には言うな。アスター所長も理解してたぞ。宇宙ステーションの状況はどう？やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。まああんだけいっぱいいたしね。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。優しい。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。話は終わり、行方すんで。この騒動が早く収まることを祈ろう。なんかアイテム獲得したよ。なんだろうこれ。あ、これ、え？以下の効果、遵守の運命に対してのみ有効。公園水かな？これ。これを装備しろということだろう。どうやって操作方法がおぼつかねえ。レイシオさんにとりあえず今回遵守のやつ獲得したんで、これ装備したさせてみよう。戦闘開始時装備キャラの回収率 12%、 3ターン継続。ナノカさんのやつもなんか孫悟のやつゲットしたね。これだ。装備キャラの防御力 16% アップで、この人なんだっけ、知恵。装備キャラの余ダメージプラス 12%。 他に助けが必要なスタッフを探す。スタッフー助けに行くよ。僕が助けに行くよ。
名前ついてるキャラいるな、やっぱちょいちょい。広くない？宇宙ステーション広くない？お、あれだ、マークついてる。30m。また戻ってきたルカーチューのところに。あ、この人か。さっき一瞬会った気がするんだけど。シンクル。バーを下げて、アルフレッド。あ、ごめんなさい。人違いだったわ。おばさんかな？手伝いに来た。ありがとう。何を？若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従って、バーを動かして。はあ。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下はロ波器。わかんねえ。参考レベル。右は減衰器よ。おう、なんかミニゲーム始まっちゃうの、もしかして。調節には三つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号をロ波器に出力するの。うん。内容が多かったかしら。覚えられた？覚えられない。え？まあ、覚えたにしてみよう。これミニゲーム始まりそうだぞ。待って待って。全く覚えてないけど。は？順序が違う。準備はできた。順序が違う。準備はできた。完璧よ。助かったわ。三択だった。元もエイブラハムと彼は仲が良かったから宇宙ステーション維持するのが最優先。三択で全部外したわけだが適当すぎたね。よかったわ。なんかあれで失敗するたびになんかさ順番が変わるようなタイプのミニゲームじゃなくて本当に良かったと思う。で、あとこの上だよね。この上になんかいるな。この人、エイブラハム。あ、なんかさっきのおばさんが名前出してた。逃げるんだ。私はここを離れる。どうした、どうした。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。どうした、こいつ。見たまえ。こいつも変なやつだな。バリア識別端末は142,856 回の攻撃を記録している。次の数字は142,857 回だ。そうだろう、そりゃそうだろう。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。何言ってんだこいつ。きっと良くなる。誰だってきっと良くなると言っている。否定、肯定、否定の否定は肯定だ。人はいつか死ぬ。でも今じゃない。人はいつかは死ぬ。でも今じゃない。 なんて哲学的な言葉だろう。なんか刺さったよ。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する。お、これでよかったんだ。善良な人よ。おお、めんどくせえやつ多いな。旅記録、さまざまなイベントに参加すると報酬獲得できる。おお、なんかイベントが始まったんじゃないか。旅記録でイベント目標達成と報酬受け取れる。これなんだ、キャラお試し、キャラお試し、キャラお試しやってみる。なんか達成すると石がもらえるらしい。ドクターレイシオ、自身または自身以外の味方が攻撃するときに強力な追加攻撃が発動できる。敵にあるデバフの数に応じて回心熱、回心ダメージをアップ。特殊オブジェクトを破壊すると秘技ポイントが回復する。人は文をわきまえることを学ぶべき。え、虚数属性ダメージ、必殺技3段階のパラドックス、指定した敵単体に虚数ダメージ、知者の単領を付与する。ドクターレイシー以外の味方が知者の単領を持つ敵に攻撃を行うとき、ドクターレイシーはその敵に追加攻撃を1回行う。この程度か。なんか他にも知らないキャラいっぱいいるんですけど、まだ優
性ではありません。この人の攻撃がわからないんですが、低音妨害、敵単体のバフを一つ解除、敵単体にこれ属性ダメージを与える。バフなさそうだけど、まだ立ち上がりますか。覚悟しろ。なんかこの人もかっこよそう。神官の一撃、敵単体にこれ属性ダメージを与える、確率で敵を凍結状態。うわ、ダメージ全然違う。この人やってみるか、虚数ダメージ。うわ、なんか今79、16000 ダメージえぐ。ダメージえぐ。必殺技使えるのかなこれ。何これ、バフか。バフだな。必殺技使ってもこれターン消費しないんだ。エネルギーまだ足りないか。こちら側が優勢です。敵データ収集完了。領域制圧、捕獲マーク起動。これ全体攻撃。お、デバフが付与されたよ。まだ立ち上がりますか。覚悟しろ。僕が質問する。必殺を使ってみるよ、ドクターレイシオ。感知される。知識は尺度、真理を探り誤謬を根絶する。おお、答えてみろ。これが追撃なわけね。ターゲットを確認。おや、マイナスだ。お、追撃放ってる。追撃強いね。支援開始いたします。正義はここにあり。ランデューの名のもとに。氷雪の志は朽ちることなし。なるほどね、必殺技でバフを付与するんだ。ナノコさんはスキルで付与してたけど。この程度か。っていうかバリア。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。回答を楽しみにしている。勝った。なるほど。なんだろうこれ、ログインボーナス。チケットが回せそうな気がするよこれ。まあ、あれか。ログインボーナスとかミッション系のやつってことだね。駆け出しの道。開拓クエスト、始発テストをクリアした後獲得できる。これキャラクターとかがゲットできるってことか。これなんだ。開拓レベル21に達した後、キャラクターを獲得できる。これまたちょっと違うやつか。参加する？まだ全然解放されてない？なるほどね。各キャラそれぞれでできて、報酬もゲットできるっていうやつね。なるほど。チケット手に入ったからさ、ちょっとガチャ回してみようぜ。いきます。おお、やった。初めての僕が。これでも今何連？単発ガチャ、単発ガチャじゃないよな。公園水、全然わかんないな、性能がね。公園水、公園水、あれ？これ大体公園水で確率見てないけど、公園水とキャラって一緒なのかな、これ。同じガチャ。あ、キャラかと思ったら公園水だった。わからん全然わからん、全然わからん。でもこれなんだ、詳細確認、ちょっと確率見てみないとな。どういう感じになってんだろうこのガチャ。
10連跳躍のみ行うことができ、星4以上のキャラクターまたは公演水が獲得できます。最大50回まで、50回の跳躍、つまりガチャで必ず1体またはそれ以上の星5キャラが出現します。星5キャラクターは基礎出現確率 0.6%、 獲得確定を含む星5キャラの総合出現確率は 2% だね。で、星4が 5% ですか。星4キャラって公演水の出現確率がってことか。で、星4キャラの基礎出現確率が 2.55%、 同じガチャってことだね。公演水とキャラがね、多分ね、そういうことだね。これすげえややこしいな。獲得可能な対象、星5の基礎出現確率 0.6%、 このキャラと星4キャラ、あ、炭鉱さんとかなのかさんって星4キャラだったんだね。なるほど。公演数見ても全然わかんないけどな。まあまだチケットあるし、この動画は一旦これやって終わりかな。星5キャラ欲しいわ。なんか確定演出とかあんのかな。星3ばっか、星3ばっかです。ガチャ運悪いん、あ、キャラが星4、3歩星4キャラ、男か、やろうか、女子が欲しい。あ、なるほどね。やっぱこういう感じなんだ。どちらかって言って公演数が多い感じになるんだね。なるほど。あと残り回数が30回ですね。またチケット貯めてからやりに行きましょう。はい。ということで第3回、ついに初めてのガチャトライしてみました。次回はこの続きから遊んでいきましょう。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。